この度の式典ではテーマを RE、 あなたにとっての RE は何ですかとし、ステージ下にあります書道作品は静岡県立富士高等学校書道部の皆さんにこのテーマを書き下ろしていただきました。式典に参加する皆さんにはこれまでの20年間を振り返るとともに、一人一人にとっての RE を考え共有したいという思いが込められています。この20年間を振り返っていただき、そして少なくともこれからの10年、どういう人生を切り開いていくのか、どういう人生にしたいのか、ぜひそのことを考えてもらいたい。節目を大事にしてもらいたいと思います。生まれてから今日に至るまで、私たちの人生にはさまざまな出来事がありました。私たちはこれからも多くの人々と出会い、時には悩んだりぶつかり合ったりすることもあるかもしれません。辛く苦しい時や心が折れてしまいそうになった時は、ぜひこの町で過ごした日々を思い出してください。これまで出会った多くの人の存在や思い出の場所が、きっと私たちの背中を押してくれるはずです。ここから明るい未来に向けて一歩ずつ踏み出していきましょう。人の縁を大切にし、時には他の人の協力を得ながら、さまざまなことにチャレンジし、実りある生活を送っていきましょう。私自身もこれからも挑戦し続けます。あなたにとっての RE は何ですか？これからもっともっといろんなことにチャレンジして頑張っていきたいと思います。無事に二十歳を迎えられたので、これからもいろいろ頑張っていきたいです。二十歳になって4月から富士市を出て就職するんですけども、その新しい場所でも、富士市で育ってきた何たるかを生かして、頑張っていきたいと思います。